みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今日の動画はコラボです。ツインズのお二人に来ていただきました。ツインズのひろむとこうです。よろしくお願いしま す。コラボをしてます。ぜひツインズさんの動画も見てください。制服を着てますっていう話。そう、レアですね、このチャンネルでは。レアというか、もう人生でないですよ、この格好したこと。コスプレ。今日の企画は1分間座禅修行シリーズです。はい、修行です。はい、心を空にして精神を研ぎ澄ませるという座禅です。やったことはありますか？ありません。ないですね。あ、ないですね。やり方は教えしますけども、体と呼吸とそして心を一つにする、そういうことで自分の精神をこう研ぎ澄ませていけば集中力が高まって、できないことはない、何でもできるようになります。はい、はい、なります。はい、で、我々は今日は逆立ちに挑戦します。おー、逆立ち。でもなんかできそうなんですよね、2人。ちょっとツインズ的にはなんか部がありそうな感じかもしれないですけど、何もできないですから。はい、運動音痴です。今まだ座禅してない状況ですけども、できるかどうかっていうのを一回チェックしていますね。はいはいはい。はい、やってみましょう。おー、違った。おー、違った。これ逆立ちでクズ取れるの？おー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 。一般ピーポー。やった。5秒キープ。下がるね。パピボー。まあ、ということで、もう早速今日は反対に座禅を指導しますので、はい、1分間やっていって、座禅したおかげで逆立ちができるようになるという修行をお届けします。よろしくお願いします。行きましょう。顔だけ。